本もあった気がするんですけど。あ、どうも、くまさん、どうも、匿名の方。ありがとうございます。どうなんすかね。2歳上のさ、人ってさ、まあなんか変な話でもないですけど、子供とかもう産めないんじゃないの。あ、忍者さん、くまさんだっす。なんか、一般、でもね、すごいなと思ったのが、なんか25年間ぐらい付き合って、やっとゴールインらしいんですよ。っていうことは、逆算すると、香取慎吾がもう24の時から付き合ってるってこと。あ、こんばんは、どうも。すごくないですか？香取慎吾も24の時から付き合ってる。どんだけ待たせたの？みたいな。あー、匿名の方、年のセフワッチ君ども、やった、やったー、あります。やばくないですか？もう。44か。46？ いやー、だって、逆にさ、そんな若い時からずっと隠して彼女がいたっていうのも、どうなんだろうみたいな。香取結婚、木村めでたい連発だった。マジで？え、香取慎吾とさ、木村拓哉ってさ、なんか、系の仲みたいな噂ありましたよね。あ、香取慎吾44か。2歳上ってことは46の女ですね。いや、確かに隠し子とかいないときついよね。まあ、きついって言い方もあれなんだけど。だって46とかなんでしょ、女性が。なかなか結構、まあ、ギリギリ子供産めるか産めないかみたいなとこじゃない。で、正直さ、なんかさ、子供作んないのになんか結婚するっていうのも、まあ別にありっちゃありなんだろうけど、なんだろうな、どうなんすかね。木村拓哉、めでたいかける3。最初のめでたいは香取本人へ、2つ目のめでたいは結婚相手、3つ目のめでたいはいずれ授かるかもしれない新しい家族へ向けての祝福が込められているという。だって年齢的にどうなんですかね。年齢的にさ。はあ。なんだろう。なんかさ、香取慎吾、YouTube さ、再生回数死んでるのよ、マジで。香取慎吾 YouTube やってんだけど、再生回数マジで死んでるんだけど。どうなんだろうね。正直、SMAP じゃなくなってからのこのなんか、この感じ。まあ、逆に SMAP の頃になかなか結婚はできないんだろうけど。てか、キムタク、香取慎吾に祝福コメントしたんだね。系の仲的な感じらしいとかっていう噂あったけどさ。まあでも、これで全くコメントしなかったらしなかったで、世間もやっぱりなとか思っちゃうから、心込めてるか建前なのかも知らないですけど。なるほどね。結婚か。どうも、お久しぶりです。みかん、どうも。HKT、10年アイドルが卒業。でもさ、もう、
AKB とかですらもう結構前だからね。AKB とかですら結構前じゃないの。俺なんかさ、まだ全然 AKB なんて古いって感じないんだけど。俺って結構時止まってるとこあるからね。俺結構さ、なんかテレビ見ないから、なんだろう、なんか結構 YouTube で見ちゃってるっていうか、なんかそのリアルタイムでこう時が進んでないっていうか、なんかテレビとか見てるとなんかそういうの感じるんかもしれないけど、テレビ全く見てないんで、なんか好きな時になんか YouTube とか見るから、なんかなんていうの、そのリアルタイムな感じがなんかちょっと薄れると言いますか。俺まだ AKB なんて全然古いと思えないぐらいなんすけどね。どうなんすかね。みかんと思う。てかさ、ふわっちのさ、なんだ、1月からのイベントすごいね。これ見たんだけどさ、1位の人なんかお年玉100万もらえるらしいよね、イベントで。イベントで、なんかこう、100万もらうか、あともう一つのエントリーでなんか50万円分の花火がもらえるとかなんとか。でも結局、あれなんだよね。100万もらえるすごいなって思うけど、結局、廃課金する人の還元率が上がるだけっていう。どっちにしろ もう取れる人って決まってるからな。廃課金するリスナーがいる人がもう取るんだろうから。でも、ある程度投げられたらさ、地投げした方が儲かるんじゃないっていうイベントだよね。前もあったよな。なんか変な、リスナーの還元のやつで。なんか1位の人50万だか100万だかもらえて、地投げした方が儲かるじゃんっていうような、クソイベントみたいなのあったけど。寒い。寒いっすな。てか今ね、あ、みかんの、今、そこそこ、置き時竜が拾えるっていうね、そこそこですけど。かなり、お気どきのね、デューのね、期待値が高い台が拾える気がする。有利区間2000ゲーム前後で、必ず天国以上に飛ぶっていう。一回も、天国行かなかった場合、2000ゲームぐらいで天国行くし、天国以上、まあ、ほぼ天国なんだろうけど。で、7スルー、同じ有利区間内に7スルーして、8回目に当たると、80%以上、80%は、ドキドキ以上、80%は90%。で、あとはまあ、800が天井だけど、なんかハマれば、ボーナス感でハマればハマるほど、なんかその、
なんだっけ、オキドキモードじゃなくて、なんか、あれのモードが上がるとかなんとか。オキドキじゃない、なんだ、1ゲーム完結の50%で当たるやつ。有力感終わっても継続するんか。いや、継続しないです。あれなんですよ、あれほら、信頼期だから、有力感3000ゲームのやつなのよ。そう。有力感が3000ゲームで、それで、有力感開始から約2000ゲームを消化すると、強制的に天国に上がるんですよ。で、残り、だから、有力感3000ゲーム中、2000ゲームで、強制的に天国で当たって天国行くみたいで、で、残りのほら1000ゲームぐらいで、まあその、なんだろう、完走、2400枚までも取れるっていう、まあその完走できればだけど。で、天国の時の期待値が、900枚近く確か、800何十枚とか。で、ドキドキだと1100枚ぐらいだっけ。で、超ドキで1700枚ちょいぐらい。一応期待値。だからね、めちゃくちゃ美味しいんですよね。ハマってると。で、それで、あとは、同有力感内の7スルーすると、8回目が、7スルーすると、ドキドキ準備に入、ドキドキ準備モードに行って、で、8回目で必ずドキドキ以上に行くっていうね。で、80%ループ以上。ちなみに天国は75%ループ。全設定共通。結構狙えるとこがあるよ。で、ボーナス感の天井が、まあ、モードによって違うんだけど、800。で、なんかボーナス感でハマって当たれば当たるほど、なんかボーナス感でハマればハマるほど、なんかそのね、モードが上がってくるんですよね。そっちの方、そっちのなんか連チャンとかのモードじゃなく、なんだっけ、1ゲーム完結で、なんかこう、50%で当たるっていう、なんか変な、オキドキチャンスだっけ？みたいなのがあるんだけど。それのモードが上がりやすいらしい。ドキドキ入っても有感を持ったらば、まあもちろんそうですけど。で、あとは、なんか33ゲーム目に、あと、有力感始まっ、一回リセットされて、もう一回入った時の33ゲーム目に、一応多少は入りやすいらしい、50%のモード。なんか変更後は一番入りやすいらしいんだけど。変更後がなんか25%で33ゲーム目に、置き時チャンスみたいなのが来る可能性があるみたいな。あと1ゲーム目か。だから変更して1ゲーム回ってない店だったら、ワンプレイだけ回すのありなのかなってあるんだけど。ちなみになんかね、置き時チャンス入るとね、最低でも次回50%以上で置き時チャンスが来るみたいで。で、あとね、これはおそらくなんだけど、多分だけど、4スルーした後は多分モード B におそらく移行する。で、モード B に移行したら、もう天国上がるまでは絶対落ちないんですよ。で、モード B だと50%以上で、天国以上に行くみたいで。で、これは推定なんだけど、おそらく4スルーした後は、必ずモード B に行くっぽい。これ確定じゃないけど。確定じゃないけど。だから、期待値が、ある台がすごいあるんですよ。まず全然ハマ、なんだ、純粋にゲーム数でハマってれば、まあ、スルーしてなくてもいけるし、みたいな。で、あとは有力感のハマりゲーム数でも、いけるし、あとはそこまでハマってなくても、スルーしまくってればいけるし、みたいな。なんかいろんな、なんかものの兼ね合いで、期待値って変わってくるんだけど。で、ちなみに変更後は、50%以上でチャンスモードか、モード B に行くらしいんだけど。で、しかも1ゲーム目、あと33ゲーム目に、オキドキチャンスに入りやすいらしい。あ、みかんどうも。
だから、ね、結構ね、甘いと思うんですよね。で、1でも、1でだいたい、あれなんですよね、260分の1ぐらいなの、初当たりが。で、だいたい50枚あたり31ゲーム、32ゲームぐらいもあるから、だいたい、初当たり引くのに8000ちょっとぐらいかかる。8000ぐらい。で、8000ぐらい当たって、で、連チャンモードじゃなかったら、ビッグとレギュラー11なのよ。で、ビッグとレギュラー11ってことは、ビッグが210枚で、レギュラー60枚だったっけ？ってことは、平均、135枚ぐらい出るのかな？まあ、140枚ぐらいか。140枚ぐらい出るわけじゃん。まあ、150枚いかないぐらい。ってことは、初当たりに8000ぐらいかかって、で、そのうち、そのボーナス分で3000ぐらい戻ってくるから、1回のその平均で言うと、だいたい5000ぐらいかかるのよ。5000ぐらい光らすのにかかるわけ、初当たりね。で、まあ、天井とかもあるから、正確にはそれだけではないんだけど、だいたいそんなもんなんですけど、ってことは、モード B さえ打てれば、なんだ。まあ、平均ね。平均50%で、天国上がるとして、そうすると、天国上がるまでに1万かかるわけよ。で、天国だったら800何枚出るから、それだけでももう、天国だとしても期待値がもう300枚以上、だから6000以上あるわけよ。で、実際には、まあ、薄いんだろうけど、ドキドキとか超ドキとかに入る可能性もあるから、それの期待値分もあるし、あと一応天井で当たることもあるから、実質その初当たり確率がもうちょっとだけ、ほんとちょっとだけで上がるわけよ。モード B を打てればね。で、これは本当に推定なんだけど、多分だけど4スルー以上すると、モード B 確定っぽい。ぽいってだけで確定ではない。だからね、めちゃめちゃ甘いっすよね。で、しかも、8回目でも必ずドキドキいくし、あとその、有力感の天井もあるからね。有力感2000ゲームぐらい消化すると、有力感開始から天国以上いかなくて、必ず天国上がるっていう、天国上がるっていうか、当たって天国上がるみたいな。です。これは推定なんですけどね。その2000ゲームぐらいで、天国行くのって、多分だけど、そのビッグかレギュラーかによって、その消化ゲーム数とかも変わるから、まあ、あとはその、ベルの、ベルナビ回数で、管理してるんだけど、ボーナスって。で、ベルナビがちょっと長引いたりとか、まあ、あとビッグだと長引くじゃないですか。ベルナビ回数が多いから。そういう、なんか、ボーナス中の有力感のゲーム数も多分、加味されての天井だと思うので、ボーナス中に、消化に時間がかかればかかるほど、その分、多分、有力感2000ゲームぐらいのが早まるんだと思うんだよ。早まるっていうか、なんていうの。あくまでその、ボーナスもひっくるめての多分2000ゲーム前後だと思うんだよ。ていうね。まあ、多分あんまり興味ない人ばっかだろうけどね。こんな話を。とね、ユニメモのなんかレベルを上げると、なんかその、答え合わせができるらしいですよ。なんか、モードが全部分かるらしくて。ユニメも登録して、多分自分が当てたボーナスが、モード何に潜伏してたかっていうのは、スマホでなんか答え合わせができるらしい。モードが全部わかるらしい。でもね、これはね、ユニメモの、レベルを上げないといけないんだけど。トータル確か、オキドキデュオなんか何千ゲーム以上とか打てば、それが解放されるらしい。スマホのアプリでそう。どうも、こんばんは。
よいしょ。あ、みかんどうも。っていう話ですよ。あ、両方が年の瀬フラッチカーだっす。アレンチャーだっす。年の瀬フラッチ君レンチャーだっす。アリオさんレンチャーだっす。いいやった。いいやった。いいやった。アリオさんレンチャー。レンチャー。あ、年の子、年の瀬フラッチ君。いいやった。いいやった。ありがとうございます。ねえ。アレオさんからレンチャン、あ、年の瀬、あ、ふわっちくん、いいやった、いいやった、いいやった、ありがとうございます。アレンチャン、あ、年の瀬、ふわっちくん、いいやった、いいやった、レンチャン、いいやったー。なんだこれ、あ、5倍だって、いやったー。いいやった、いいやった、いいやった、ありがとうございます。いやー、そうなんですよね。っていうパチスロの話をしていましたっていう。いやー、今ね、結構、あれですよ。なんか、いろいろスロット新しいのいっぱい出ましたね。結構いろんな、やつで、感想とかはしたけどね。2400枚。まさかまだスロットやってんの、まあ一応。ね、トータル普通に勝ってますよ、僕。なんだかんだ今、全く立ち回れないわけじゃないよね。まあ、そんなアホみたいには稼げないけど。そんなアホみたいには稼げないですけど。だって、パチンコの U タイムあるし、まあ、右打ちランプも一応ね、あるし。で、あと、なんか結構いろいろな台が出まくって、まあ、結構絵なきはね、いっぱいあるんだけど、まあでも、打ち手側のレベルっていうか、そのスマホでもうデータとか見れるから、データじゃない、その、解析というか、内部的な仕様をほとんど勉強してる人多いから、まあ、なかなか落っこってはいないものの、まあ、1000円、2000円ぐらいの期待値のだったらたまに拾えるし、まあ、1000円ぐらいだったら、まあ、そこそこ拾えるんだけど、そう。あ、10倍。ああ、りょうさん10倍あらす、年の瀬。やった10倍。ありがす。今日、大海の残り130、U タイムする。え、どういうこと？ああ、そういうことか。大海の、だからあれでしょ？820回ぐらいから打って、で、それで350の U タイムする人ってことでしょ？あえてね、大海ってあれなんですよね。
あれですよ。まあ、950とかで起こってるよりも、900回とかのが、勝率自体は高いんだよね。期待値はもちろん950のが高いけど。その50回転分、回せるわけだから。まあもちろんその50回転分は減るんだけど。でもまあ、勝率だけで言ったらだけどね。結局は天井に近ければ近いほど期待値は高いんですけど。大見もね、俺ね、結構店の癖読んでね、結構天井に近い台何回か拾ってますよ。俺も800ぐらいのやつとか、まあ、数回ですけど拾いましたね、4パチとかで。なんか店によるんだよね。ほんと店の癖みたいなのがあって。なんかね、300ぐらいまでだったら据え置くみたいな店があって。で、それ以上はもうラムクリするみたいな。まあ、完全に全部据え置いてる店もあるんだけど。そう。やっぱほら、なんていうの。天井ってか、U タイム950行った時にさ、もし、なんだろう。即やめされたらさ、そのスルーしてさ、U タイム。なんかそうするとほら、当日のなんかゲームどうなるのみたいな感じになるから、発動しねえじゃんっていう多分、そういうのがなんか、ありそうだから。だから多分、なんていうの、あまりにも、ハマってると、中途半端な回転数だとなんか、リセットすんのかなみたいなのあるわけじゃん。実際なんか俺の行ってる店そんな感じなんだけど。そう。30分で終わりですか？どうする？通訳取る？ こんな話聞きたいですか？んな話聞きたいですか？皆さん。店による時点でおかしいですな、何が。全くおかしくないけど。店によってだって変更の仕方とか癖とかめちゃくちゃ違うじゃん。例えば、鉄拳デビルとかだってさ、なんか変更して1プレイ回してる店もあれば、1プレイ回してないで、有利区間ランプ朝一ついてないで、で、それでなんだ、デビルゾーンの抽選受けれるやつあるし、1プレイ回されてるとこなんて絶対あれデビルゾーン入ったら多分リセットすると思うんだよね。あ、次は行きます。